こちらありますように栄養とは何かと。栄養、まあ現代ほどですね栄養情報に振り回される時代はないかと思います。まあある食品が栄養にいいっていう情報があるとすると、それネットで検索するといや実は害があるとかですね、まあ、本当に、なかなか難しいですね栄養とは何か。でこの、まあ、ここにちょっとタンパク質、お魚とかお肉とかはイラストありますが、これ自体にも栄養があってもですね、これがまあ体に入ってで腸から吸収して体内に入って初めて栄養として機能するというそういう観点で捉えると、いくらこう物として食べ物としてここに栄養があっても中に消化されない限りですね、消化吸収されない限りですね栄養があるとは言えないわけですね、まあ、厳密に言いますと。つまりまず咀嚼、よく噛むことですね、唾液と混ぜて粉々にして で、ね、で2番、それを胃酸で消化ですね、消化吸収しやすいように消化して、で初めて3番、腸を整えた上で栄養素が体内に入ってくると。これでようやく本来ね栄養のあるものが体内で有効に使われるってことです。こう腸で吸収されない限りこう出ちゃうだけ。消化管というのは口から肛門までこれ体内ではありませんからね、外部です。これ中に入って初めて体に栄養がもたらされるってことになります。でそこでやっぱり問題なのは、例えばこのグルテンですよね。グルテン、小麦をまあ水でこうこねてですね、それでこれをこう、あここにありません、こう粘るわけですね、伸びますね。でこれちょっと水でこう洗ってみますと、これです、このねちょっとこの、ね、水に溶けない、これがまあグルテンということで、まあ、米粉なんかねこねてでこう玉にしたやつを水にね溶かすとこうなくなっちゃうわけですね、さーっとなくなってしまいます。しかし小麦っていうのはこのグルテンが残る、この粘り気、これがですねこの小腸に、吸収する小腸にこうひだにこうくっついてこう未消化のままです。つまりこう吸収されないんです。で炎症が起こりやすくなる、つまりグルテンは栄養の吸収を邪魔すると。でこれがですねやっぱり小麦あんまりいっぱい食べ過ぎるとです ね、特にお子さん、これから体にねいろんな栄養をこう取り入れなきゃいけないお子さんの腸にグルテンは邪魔をしちゃうと、非常にこう悩ましいポイントなんですね。ですからまあ小麦っていうのは、たくさん食べるものではないのかなっていう思いはするので、まあ、ちょっと気をつけていただければなと思います。